ニューマーケット鉄道事故とは1904年9月24日にテネシー州ジェファーソン郡ニューマーケット付近でサザン鉄道の旅客列車2本が猛スピードで正面衝突した事故である。この事故で乗客56人以上が死亡した。事故を起こした列車は西行き各駅停車のブリストル発ノックスビル行き第15列車と東行きのチャタヌーガ発ノースカロライナ州。 ソールズベリー行き第12列車、カロライナスペシャルであった。路線は単線であり、通常の手順では列車を互いに通過させるため、第15列車をホッチススイッチにある側線に停車させることになっていた。しかし、第15列車の機関士がモーリスタウニ駅に停車した時、代わりにニューマーケット駅の側線で停車するようにという特別な指令を受けた。 第15列車の車掌と機関士は指令を読んだと合図したが、車掌は後に指令を誤って解釈していたとを証言している。ニューマーケット駅に停車後、第15列車は数百メートル進んで、側線で停車しなければいけなかったが、次の駅に向けて本線上を進行してしまった。一方、カロライナスペシャルはストロベリープレインズ駅に到着していた。 この列車は給料編成で210人の乗客が乗っており、乗客の大半はセントルイス万国博覧会からの帰途についていた。カロライナスペシャルがストロベリープレインズ駅を出発しようとするとき、ニューマーケットから駅に電報が届いた。それは、車庫の職員からのもので、第15列車がスイッチを通過し、本線上にいる、と書かれていた。 駅員たちは腕を振ったり石を投げたりして、カロライナスペシャルの発射を阻止しようとしたが、乗員はそれに気づかずに列車を加速させていった。この時、列車に警告する最後の機械が残されていた。電報が通常時の待避所であるホッチススイッチに送られたが、誰も勤務しておらず電報は全く受信されなかった。両列車は午前10時18分にニューマーケットヒルで衝突した。 カロライナスペシャルは60マイルパワーで走行中であり、上り勾配で加速しようとしていた。第15列車は遅れを取り戻そうとしており、下り勾配を70マイルパワーに達する速度で走行していた。両列車は互いを視認したとき、非常ブレーキをかけたが、100マイルパワー以上の相対速度で衝突し、衝突音は15マイル離れた場所でも聞こえた。 両列車の機関士は死亡した。第15列車の機関車と淡水車は空中に放り出され、裏返しになりながら、カロライナスペシャルの機関車を呼び淡水車、荷物車を飛び越え、木造客車の天井へまっすぐに落下した。この木造客車は同時に、後ろから頑丈なプルマン式車両で押し潰される形となった。プルマン式車両は相対的に無傷であった。 7秒のうちに、その木造客車は卵の殻のように潰れた。犠牲者の多くが原型をとどめず破壊されていた。裂けた材木や鉄、鋼などが遺体と入り混じって、無秩序な塊としてレール状に積み重なっていた。事故の知らせがノックスビルに届いた時、医師や医療用品を事故現場に送り負傷者をノックスビル総合病院に搬送するために、 救援列車が編成された。記者もまた何とか乗車し多くの事故現場の写真が撮影された。推定される死者数は56人から113人と様々である。事故により第15列車の機関士とカフトも死亡したため、調査ではなぜ両者がニューマーケットの側線に列車を停車させなかったのか断定することができなかった。 第15列車の機関士が居眠りしていた可能性がある。ありがとうございます。